興奮、感動のドラマ、魅力的な選手、そこにはきっと新しい楽しさが見つかります。ボートレースをもっと身近に、より楽しく、ボートレースが午後4時をお知らせします。明けたが今年初めての放送、A Happy New Year という挨拶も早々に君に届けたいミッションは、新年最初の放送にふさわしいものだ。一番にこだわり、一番を目指すことの素晴らしさを追求するミッション、その名も一番じゃなきゃダメなんです大作戦。仕分け人のあの人もギャフンというレポートを期待しているぞ。ですから、私ども精一杯構造改革を行っているところでありまして、進行形の話は聞いていません。結論をお願いします。我々が目指す目標はトップクラスを維持することです。トップクラスというのは1番ですか、2番ですか、3番ですか、どっちですか。具体的な数値につきましては1番ですか、2番ですか、3番ですか。そうですね、2番か3番か。1番じゃなきゃダメなんです。は？ですから一番じゃなきゃダメなんです。私はいつも洋服を買うときは一番高いものを、ワインを頼むときも一番美味しいものを、選挙だってトップ当選を目指してきました。ラジオ番組だって一番面白いものしか聞かないし出演しません。ちなみに今私が一番だと思うのはエネウスステーション大作戦、清水美智子のミッチャインポッシブル、一番じゃなきゃダメなんです大作戦。皆さん、今更ですが明けましておめでとうございます。あなたの心の潤滑油、清水美智子です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。日本放送飯田浩司です。今日は新年1回目の1番目の放送ということで、1番にこだわる企画をお送りしてまいります。なるほど。はい、まあ、なんだかんだ言っても1番というものは響きがいいもんですからね。そうですね、確かに。飯田君は2011年に一番やりたいことって何ですか。独立、ね、結婚独立。あ、なんでその2つしか選択肢がないんですか。他にもあるでしょうよ。はやぶさ、うまいこと逃げましたね。はやぶさでしたね。はやぶさに乗りたいっていうね、この青森に行く東北新幹線のね、開通しましたからね。そうなんですよ。なるほど、はい、この話はまだ開通してないということですね。そう、濁したということです、ね、そんな飯田アナウンサーと清水美智子がお送りします1時間、今年もよろしくお付き合いください。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。この時間はエネルギーを素敵に、エネオスの JX 日光日赤エネルギーがお送りします。リクエストインポッシブル。さあ、ここではあなたからのリクエストにお答えします。リクエストインポッシブル2011。はい、2011、今年はこんなメールが届いております。はい、この間ツイッターを何気なく見ていたら面白い言葉がありました。日本人は人に迷惑をかけてはいけませんと教育を受けるが、インドではお前は人に迷惑をかけて生きるのだから人のことを許してあげなさい。あ、いいね。どう教えるんですか。そう、いいですね。あ、現在ですかね、現在。まあ、インドの考え方の方が正しいような気がしませんか。正しい、正しい。リクエストはありがたい歌をありがたい方の曲紹介でお願いします。どういう人がいいんですかね。わかりました。でも、呼び出してみましょう。出てこい出てこい、ありがたい人。はいはい、あのね、瀬戸内寂聴ですけれどもね、迷惑とね、それからがんはね、かけてなんぼと申しますね。三蔵法師が目指しました天竺もね、インドのことね。あの、それでね、インド人はね、嘘つかない言ってますね。私もね、今度西遊記をやるときはぜひ私にね、あの三蔵法師の役をね、やらせていただきたいというふうにね、がんをかけてるんですね。それでは一曲、聞いていただきたいと思いますね。五代五ですね。五代五と申しますね。ガンダーラですね。ミッションインポッシブル。夕焼け小焼けがうちに帰る。明けましておめでとうございます。浅田美代子です。今日の
ミッチャンインポッシブルは一番じゃなきゃダメなんです大作戦なんですよね。だからこうして私の名曲幸せの一番星を歌っていたんです。美代子の一番、それはやっぱり歌が一番前ってことかな。あの子はどこの子、こんな行くれ。エネオスステーション大作戦、清水美智子のミッチャンインポッシブル、一番じゃなきゃダメなんです大作戦。というわけで今週は一番じゃなきゃダメなんです大作戦と題してお送りしています。はい、去年ですね、蓮舫議員が仕分け作業で独立行政法人の関係者に質問した2じゃダメなんですかっていうあのセリフ、叩き込むようにね、そう言いましたかね。もう言い訳許しませんよ的な感じですね。そうですよね。あれが去年のユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされておりました。はい、でこの言葉はですね、次世代のスーパーコンピューターの開発予算をめぐって飛び出したもので、科学者たちが猛反発したのも記憶に新しいところであります。まあただですね、世の中一番じゃないとダメだという意見は根強くありまして、ここにそのスーパーコンピューターのですね、性能ランキングを半年ごとにまとめている国際プロジェクト、トップ500というのが、去年の11月に発表した最新の資料によりますと、中国の国防科学技術大学が開発した天津スパコンセンターの天が 1A というコンピューターがアメリカを抜いて1位を獲得したと。中国のスパコンが初めて世界首位に立ったそうで。でも中国とかインドがこう、そういう IT 関係の中でスパッと頑張ってるじゃないですか。そうなんですね。あの姿はなかなかね、かっこいいですよね。やっぱり一番を目指してしのぎを削ってるわけなんですが、うん、これランキングを調べると3位にも、中国の深圳スパコンセンターの西雲が入るなど、中国はですね、トップ500、500位までに41台が入りまして、アメリカに次いで第2のスパコン大国になっている。西雲、幸せのじゃあ青い空ですね。の、いろんな意味で。そう、いろんな意味で。一方、日本はというと、東工大、東京工業大学のツバメ 2.0 というのが4位に食い込むなど、4位ですか？ 4 位なんです。計26台。で、国別に見ると、フランス、ドイツと並んで、まあ、第3位という結果になっています。なるほど。はい。なので、まあ、まずまずいいじゃないですか、でもね。まずまずですよね。1位は取れなかったものの。でも、科学の分野とか研究の分野は、まあ、誰よりも早く開発して特許を取るということで、初めて利益が生まれると。いうことなんで、まあ、1位にこだわんなきゃしょうがないっていう分野なんですよね。あ、そうか。そうなんだ。へぇー。で、1位にこだわるのは基本的なことだと。ね、そうか、そうか。こういうのはそうか、数字の世界になると、目指さなきゃしょうがないってのがあるのかな。まあ、まずまずだ、じゃあダメなんだね。ダメなんだと。一番じゃなきゃダメっていうの、こんな例もあります。うん。日本一高い山は誰でも知ってますよね。うん、知ってますね。でも、二番目に高い山はどこですかって聞かれると。本当だ。わかんないじゃないですか。一番は川でも信濃川が一番とかなんか、覚えやすいっていうかね、覚えてると便利みたいなのがありますけど、二番の話あんましないですもんね。そうなんですよ。まあ、ちなみにね、二番目に高い山っていうと北岳っていう山らしいんですがね。話、あれ本当だ、話に登ってきただけですね。本当。え、そうなんだって言って終わる。何県北だけ、はい、まあ、北アルプスとかその辺らしいですよ。だから、ね、あっちの方ですよ。竹呼ばわりも嫌ですね。やっぱ山がいいな。なんとかさんがいいな。ということでですね、まあ、一番になるのは誰もが覚えてるけれども、二番以下は印象に残らない。まあ、だから一番を目指すと。で、一番を競ったっていうと、まあ、いろんな分野であるんですけれども、うん、例えばですね、明治時代に南極点を目指した男たちの過酷なドラマ。これは教科書にもなっていますけれども、覚えてらっしゃいますでしょうか？知らないですね。明治時代。そうなんです。はい、20世紀になっても人類にはまだ未知の世界だったのが南極。その過酷な自然条件は人を寄せ付けず、南極点に挑んだ数多くの探検家が命を奪われていました。で、1909年にアメリカのピアリーがもう一つの極寒の地、北極点に達しました。うん。じゃあ、あとは残るは南極だ。誰が南極を制するのか。うん、国を挙げての競争となったそうです。で、各国からですね、名だたる探検家が南極に乗り込んだわけなんですが、ノルウェーからは探検家のアムンセン、そしてイギリスからは海軍大佐のスコットが出発。
さらに日本からもですね、しらせ注意を隊長とする探検隊が南極を目指しました。どこのしらせっていう船が、そうです、南極観測船のしらせはここから撮っていると。さて、王立地理学協会のバックアップを受けて豊富な資金で綿密な準備を重ねたスコット隊、つまりイギリス隊が有利だと、これは誰の目にも明らかだったそうですね、うんうん、当時もう今のアメリカのような超大国はイギリスでしたから、はい、はい、けれども1912年の1月16日ついに南極点にたどり着いたスコット隊が見たものは、うん、誇らしげにはためくノルウェーの国旗。本当、はい、ほんのわずかの差で一番乗りを逃してしまったそうです。しかもスコット隊はですね、帰りに遭難して全滅となってしまいます。本当すごい運命ですねこれ。さあ、この争奪戦で日本の知らせ隊はどうしたかというと、知らせ中はですね、これ以上行くと隊員が全滅してしまうと決断をしまして、南極点を諦めて途中で日の丸を立てて帰ってきました。その途中で日の丸を立てた点が現在の昭和基地のある場所となっております。ほー、すごいですねこれも。そうなんですよ、まあ、国と国とが名誉をかけて男たちが命をかけて争う一番乗り、これは平和になった今もそんな戦いが続いていると。確かにそうですね、うん、なんかやっぱ女よりも男の方がありそう。ああ、ね、一番ね、はい、うん、でまあこんな命を賭するほどの、ね、南極のような大変なものはないんですが、今もですねいろんな一番乗りがありまして、例えば例えばアメリカのグレッグ・パッカーという男性、うん、彼が一番乗りを果たしたのは去年テキサス州はダラスで発売された iPhone 4の発売日に誰よりも早く手に入れるために、うん、この一番乗りです。一週間も前からアップルストアの前にテントを張って並んだんだそうです。すごい大ファンなんですね。大ファン。ええ。グレッグさんはですね、この一番乗りにこそ情熱を燃やすマニアです。最低。で、この方これまでもですね、911事件があった後のグランドゼロの公開の時ですとか、大統領就任直後のブッシュ大統領を迎える市民の行列の一番乗りですとか、あるいはダイアナ妃の追悼式典などでも一番乗りを果たしているという有名人です。全然羨ましくないんですけど。本当不思議ですねこれ。でもやっぱ何かでその1位をもらった時にものすごい快感が溢れたんでしょうね、うん、それを知ったんでしょうね。でまたうわーっとね名前が残って、うん、マスコミからも注目されるし、うん、でもこうやってね、海を越えて日本でも注目されてるんだから、やっぱりまんざらでもないんでしょうね。そうなんですかね、一番取るのね、うん、グレッグパッカーにはびっくりしましたね。グレッグパッカーすごいですよ本当、まあでも1週間待つわけですからね、うん、その並ぶことを楽しもうという姿勢はいいじゃないですか。楽しむのは構わないですけども、うん、どういうお坊ちゃんなんだろうね。お金どうしてんだろう。でもね、1週間休めるっていう会社っていないでしょ。本当、有給休暇でも取れるんですかね。うん。仕事何してんだったら確かにありますね。そうですよ。うん。さあ、この後もミッションはまだまだ続きますけれども、はい。それではここでナンバーワンソングをご紹介したいと思います。これこそナンバーワンでございます。はい。中島美嘉で、一番綺麗な私を。あなたの脳を活性化、ど忘れ3秒クイズ。人間とっさに問題を出されると案外詰まるもんでございます。あなたです、はい、輝くのやめてもらえますか。私やるって言ってませんよ。くどいようですけど。何を言ってるんですか。ものすごい数のメールが来てるんですよ。もう清水さんを驚かせてやろうという。これ驚かすクイズってなんだろう。びっくりした。クイズってなんだろう。本当にということで3秒以内に答えていただこうというですね、クイズを出します。いついかなる時も冷静になるためのミッションとしてお届けするのがこのド忘れ3秒クイズですよ、清水さん。はい。脳の活性化、すなわちアンチエイジングにもなる、密かにブームとなっております。どうですか、清水さん。私そんなに食いつくと思うな、そんなことに。アンチエイジングとかそういうテーマに。女はみんな弱いんだろうと思ってるらしいですけども。ルールは簡単です。はい。今からリスナーのあなたが考えてくれた問題を出しますんで、はい、これをですね、清水さんは3秒以内に答えればいいだけ。それではで、どうぞ来るのやめてください、本当に。世田谷区ラジオネーム、カズダンスさんからの問題です。サッカー日本代表監督。もうそこまでわかんないですから。あ、大丈夫ですよ。現在はザッケローニですね。知りませんよ。それでは、その前は、岡田監督。さらにその前は誰でしょう。知るわけない。中田。残念。
でも中田がいいと思いますね。なんなら。まあ、あの、ジジキ監督ぐらいで一つ候補になるかもしれないですけどね。中田さんって現役なの？いやいや、もう、あの、引退はされると。中田秀俊さん。そろそろでしょう。もう、急に評論家になっておりますけども。高3です。よろしいですか？はい。はい。答えは、オシム監督でした。イビチャオシム監督でしたね。なるほど。はい。あの、何ですか？間違えた時の、その輝き方にイラッときてるんですけど、それはあえてですか？わざとですか？続いての問題です。もしそのような気がする。ラジオネーム、豚パンダさんの問題。直立することで有名になったレッサーパンダの名前は何でしょう？知ってる、知ってる。フータ。おー、正解おめでとうございます。動物問題にさせてください、これからも。動物問題ですか、はい、次回以降気をつけたいと思います。どうですか？脳が活性化されましたね、今。素晴らしいリプレイで見ると2秒25で答えております。では続いての問題です。はい、ラジオネームケバケバ60分さんからの問題です。レインボーカラーと奇抜なファッションで一時期テレビにもよく出ていたオカマちゃんっぽい直木賞作家といえば誰でしょう。下田景樹だ。正解おめでとうございます。覚えてらっしゃいましたね。ちょっと待ってください。はい。いくらあの、はい、はがきで募集したとはいえ、はい、多少失礼じゃないですかね、この問題の出し方。どうでしょう。このおかまちゃんっぽいおかまちゃんっぽい。誰だって、おかしいでしょ、これ。本人の許可もらったの、事務所の。いやいや。大丈夫なの、こんなことして。大丈夫でしょう。大丈夫でしょ、それ無責任な方の大丈夫でしょう、でしょ。いや、俺の予感としては、でしょ。大丈夫でしょうって、なんか自信持ってないでしょ、大丈夫でしょう。言い方でしょ、それ。いや、ほら、リスナーのね、皆さんからいただいた問題ですから、きちんとその通りで読まなきゃいけないっていうですね。流されるわ、これで。さあ、それではですね、はい、今日は、僕のアシストにより勝ち越しということになりました。おめでとうございます。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。今週の忘れちゃいけないソングです。デジタル技術が可能にした奇跡のデュエットです。ナットキングコール&ナタリーコールで Unforgettable。 20年ほど前に話題になりましたこの曲、ナットキングコール&ナタリーコールで Unforgettable をお送りしました。もともとあったナットキングコールのもう随分昔の音源の中からボーカル部分だけをこう引っ張ってきて、はい、でそれとお嬢さんのナタリーコールがデュエットするという感じ。すごい発想ですよね。ねえ、うん、名前がいいですね。またナットキングコール、うん、キングの声、はい、呼び声なんだけども、いやいや、とんでもないですよ。ナットですよ。日本人的なね。もちろん外国の方です。さあ、あなたもですね、3秒クイズを考えて番組まで送ってください。清水さんがこんな感じでモンドリューって答えてくれます。ちなみに、ちょっと待って、何でしょう。あなた、なんで構わないの、全然このコーナーになると。その前さ、もう一回やり直しとか結構あるのに、このコーナーになると何なの、その勢いづく感じ。そこにも頭に来てる。私やっぱ人間って頭に来たりとか緊張とかすると、はい、うん、あの思うように言葉が出てこないんですけども、今は私がちょうどそうですね。ああじゃない、言葉にできない、かわいそうにみたいな感じ、やめて。お高島さんですね。さあ、ちなみに清水さん、日本放送の郵便番号は分かりますか？あ、100の、はい、8431。サンキュー。おー、正解おめでとうございます。危なかった。自分ちのとこ言いそうだった、今。郵便番号っていきなり言われると分かんないもんですよ。そうですね。はい。100の8439、日本放送、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。ツイッターの係まで、おはがきの方はこちらでお待ちしております。滑らか。そしてメールでという方は、みちこアットマーク 1242.com までお送りください。そしてここでクイズに関するお詫びです。先日のこのコーナーで、龍馬伝の前の大河は何という問題に対して、篤姫を正解とお伝えしましたが、天地人の誤りでした。大変申し訳ございませんでした。みっちゃんインポッシブル。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。紹介するのは我が社でも一番人気の商品、その名も清水美智子のみっちゃんインポッシブル。その名前どこかで聞いたことがありますよね。そうでしょう、そうでしょう。
本場 NASA の職員も聞いていると言われている伝説の番組で。あの NASA がですか？はい。しかも今ならプロの職人があなたの家の家紋を一つずつ丁寧に、まあ家紋まで入れてもらえるんですね。思い浮かべながら聞いてくれるかもしれません。はい。数には限りがあります。今すぐご近所お誘い合わせの上お聞きください。エネオスステーション大作戦、清水美智子のビッチャーインポッシブル、一番じゃなきゃダメなんです大作戦、残りわずかとなりました。この後5時までですのでお早めにどうぞ。さあ今日は一番じゃなきゃダメなんです大作戦と題してお送りしておりますが、はい、一番初めに達成することこそ意義があるんじゃないかということですね。今日は一番を追求してるわけなんです。よく朝起きて雪が降ってると、はい、真っ先に公園とかの学校行って、その雪景色に足跡をつける。それも一番にってのが。あとはこう雪の氷のね柱、つらら？つららみたいな、うん。あ、つららじゃなかったでしたっけ？何でしたっけあれ？名前なんて言ったっけ？忘れてた。霜柱。霜柱を最初につけるっていうのも、余計なことを言いました。とあずし3秒クイズでしたね、今のことね。あーじゃない。さて、はい、日本で一番、世界で一番、地球上で一番にこだわっているといえば、ギネスブック。あ、本当だ。ここが一番こだわってるかもしれん。そうなんですよね。うん、で、現在はですね、ギネス社の関連会社のギネスワールドレコード社というところが発行しているんですが、うん、ギネスブックもともとはですね、ロンドンのとあるパブで出版社の社員が雑談をしていた中で、世界一についての話題が出ましてね、じゃあいっそ世界記録ばかりを集めた本があれば面白いんじゃないかということになったそうなんです。あ、だからギネスなんだ。で、それをギネス社にですね、持ち込んだんですって、アイディアを、うんうん。で、そしたらギネスビールの販売促進策としてこれはいいじゃないかということで、うん、ギネス社が面白いと言って飛びついて、で、1955年の8月にギネスのロゴマークを入れた宣伝本として世界一を集めたギネスブックが創刊されました。あ、こんな軽い感じなんだね。ね。私の知り合いも載ったよ、最近。え、そうなんですか？言いにくいですけどね、品川庄司の庄司さんが、はい、くるみをお尻で割るってやつ。世界一で、はい、43個掲載されたそうですね。へぇ、うん。で、このですね、ギネスブック、はい。最新版はギネス世界記録2011というもので、日本では角川マーケティングから発売されてますけれども、うん、昔と違うのがですね、ギネスブックもエンターテインメントか。うん、大きな図鑑サイズで写真満載のオールカラーなんだそうです。ほう。で、さっき庄司智春さんが出ましたけれども、はい、芸人さんも結構記録ホルダーがいらっしゃって、うん、庄司さん、庄司さんの他にも、はい、空手家の矢部太郎さん、最も多くの下着を身につけた記録、ブリーフ231枚、それから1分間で最も多くのゴムを顔に巻きつけた記録を持つ、ザ・ブングルの加藤歩さん、74本だそうです。で、これはどうすればギネスブックに載ることができるかというとですね、はい、まずは自分が破れそうな記録や達成できそうな記録を見つけまして、うん、こんなことにチャレンジしたいんだとネットで申請すればいいんだそうです。まずはね。で、そうするとギネスワールドレコード社の認定員がですね、うん、年間6万5000件以上もの申請を処理しているんだそうです。まず申請だけでも6万件以上来るんですね。大変だね、ギネスの。本当、ここのところからやんなきゃなんだからね。意外と日本人多いんじゃないかな。おー、そうですね。ね、ちょっと面白がる国民性だもんね、こういうこと。で、その記録が過去にあるかないか。はい。ある場合は、どんな記録なのを調査して、ギネスブックに載せるべき有意義なチャレンジだと判定されますと、正式に認められるためのノウハウが説明されたガイドラインを送り返してくれます。で、ここまで来ると、あとは一生懸命に練習して、そのガイドラインに沿って、立ち会い人を最低2人確保しまして、で、世界記録達成の一部指示をビデオに録画します。これマスコミに取材してもらうというのも効果的なんだそうですが、そういう画像での証拠を残すと。で、そのビデオをですね、再びギネスワールドレコード社に送ると、認定員が精査しまして、はい、さらに各界の専門家にも相談してチェックしてもらいます。で、見事世界記録と認められると、認定証が送られてくる。で、さらに運がいいとギネスブックに載ることもできます。ということでですね。運がいいとなんだ。そう。なかなか遠いもんですね。ええー。だからこのギネスブックに載る、この本に載ってるのは、うん、ギネスが認めた世界記録の中でもほんの一握りだけ。そうなんだ。
ねえ。だからもっといっぱい世界記録あるんだそうですね。へえ、うん。その中でも美味しいものだけをピックアップしてるということになりますね。そこに認められたいですね。ほんと。だそこまで行くのはちょっと大変そうですよね。うん。うん、で、ちなみになんですが、ギネスワールドレコーズ日本支社というのがありまして、はい、ここのフランク・フォーリー社長が、日本人におすすめ種目ベスト10を紹介しております。で、一番簡単そうなのが、1分でピンポンボールを箸で掴んだ最多記録。17個。そんなもんか。はい。まあ、ほぼ3秒に1回捕まるんだ。3秒、4秒に1回か。で、その他には、一輪車で最もたくさん縄跳びを飛んだ記録、214回。すごいと思います。はい。5分で作った折り紙の最多記録、6話。あ、そんなもん？飯田くんもなんかやれば。はい。こっちもすごいじゃん、はいはい。ロンドン名物2階建てバスを髪の毛で20メートル以上引っ張る。だった。何を言っちゃってるんですか。髪の毛でロンドンバスを引っ張るってあんた、貴重すぎますよ、髪が。本当ですね、飯田くんの場合はね、ちょっと。怖い。ね、まあ、世界にはこんなすごい人がいるってことですね。記録があるんだからね、やろうと思ったこともすごいですもんね。本当ですよね、世界一老けてるアナウンサー。自信ありますね、それね、ちょっとね。どうですか、これ。乗ったらなんか悔しい、ね。やっぱりなんか努力してほしいですよね。見た目だけじゃダメですか。そうですね、と思いますけどね。さあ、じゃあ今日の採点をお願いいたします。ギネスブックに100点を差し上げたいと思います。よ、ギネス。皆さんもですね、チャレンジできそうな記録があれば、ギネスワールドレコード社に申請してみてください。来週も僕は頑張ります。ミッションインポッシブル。皆さんご機嫌いかがですか？松任谷由実子です。苗場のコンサートも、日本で、単一のね、アーティストが毎年続けられているイベントとしては最長記録を更新中なんですよね。私に関するね、伝説を集めるだけでもギネスブック有味噌版ができるんじゃないかなと自負しています。出せば必ず当たるというので、レコード会社としてはね、私のことを当たり屋なんて呼ぶ人もいるくらいだそうです。エネオスステーション大作戦、清水美智子のミッチャンインポッシブル、一番じゃなきゃダメなんです大作戦。この後は童話の花束です。というわけで、日本放送をお聞きの皆さんにとっては新年初の MIP、 いかがだったでしょうか。いかがでしたでしょうか。一番大作戦。そうですね、一番にこだわることの大切さ、はい、そしてくだらなさもありましたけども、モノマネ界もそうですよね。一番最初に誰、モノマネやった人がやっぱり特権的っていうか、はい、似てる似てないよりもね、最初によく見つけたっていうのがありますけども。なるほど。今年はチャレンジ精神でどんどん新ネタも披露していけたらなと思ってます。お楽しみに。ここで次回のミッションを発表したいと思います、はい、みっちゃんインポッシブル、次回のミッションは、天才レオナルド・ダ・ヴィンチに学ぶ2011年の生き方大作戦。ほう。今から500年前に生きたレオナルド・ダ・ヴィンチ、この人こそたくさんの一番を残した天才なんですが、来週はその生き方に我々も学んでみようと思うんですね。はい、はい、ぜひお楽しみに。さあ、そして番組へのご意見感想リクエスト、普通のお便りなどなど、あなたの声をメールとおはがきでお待ちしております。はがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送清水美智子のみっちゃんインポッシブルの係、メールの方みちこアットマーク 1242.com でお待ちしております。それでは今日はこの辺で、お相手はあなたの心の潤滑油、清水美智子と日本放送飯田浩司でした。エネオスステーション大作